問は社会保障制度の持続可能性と国民の負担についてというところで、社会保障制度を持続可能なものとするために国民は税金や社会保険料を今よりも多く負担することが不可欠であると考えますかということで、こちらイエス、ノー、そしてその理由について4分間でお答えいただきたいと思います。すでにある制度の無駄を省き、負担の徴収方法と給付の分配方法を変えるだけで対応可能と考えるからです。最終的にはベーシックインカムの模索を私は提案します。安易に国民にその税の負担をするなということですね。で、その前にやることがあると思うんです。身を切る改革とかですね、それから行財政、改革をして、その後足りないのであればやっぱり国民に税の負担をお願いするというのが筋だと。国民負担だけを増大させるのではなく、国庫負担、公的責任のあり方、これについてもしっかりと考えなければなりません。公益負担、公の負担、これらを適切に組み合わせて国民負担増だけの議論にしてはならないのかではないでしょうか。問題は景気や経済をしっかり伸ばしていくことで、税率を上げなくても税収っていうのは上がっていくんですね。そのことをしっかりまずやんなきゃいけないというふうに思っています。上げ方を少しでも低く、上げる時期を少しでも遅くできないかどうかの勝負をしっかりやるべきじゃないかなと私は思っております。国民への新たな負担はノー、反対です。消費税が導入されてから今年でちょうど30年です。どんな風に使われてきたかということが問題だと思います。